はじめに会社概要と製品紹介をさせていただきます。株式会社特倉、経営企画室、出場をしております特倉直です。私の経歴を少しお伝えいたします。1980年、アメリカ合衆国テキサス州に生まれ、同年、日本に両親と帰国いたしました。日本でインターナショナルスクールに通い、卒業後にアメリカ合衆国移住して、 現地の医療学校で呼吸器内科学を学んでいました。2005年に日本に帰国し、約7年間の海外経験を活かし、翻訳や貿易関係等の仕事をしておりました。2018年、株式会社とくら、経理科へ入社し、2023年、去年の7月に経営企画室発足とともに室長に就任いたしました。 弊社の会社概要をご説明させていただきます。現代表者は私のおじ、徳倉元らです。創業者は私の曽祖,祖父、徳倉隆次です。長野県から上京して、今から105年前の大正8年に東京都江東区北砂で徳倉商店を創業いたしました。当時は再生当および 糖蜜の製造から始まりました。その後、1952年、株式会社特倉製糖所として会社を設立し、その後、株式会社特倉に改称し、今に至っております。弊社は主に砂糖に粉砕加工した製品を製造する会社で、砂糖の粉砕、食品粉体の表面加工、食品素材の混合、包装、 造流加工を行っております。資本金5000万円、売上高39億6300万円、従業員数66名、本社は東京都江東区北砂、製造工場は千葉県東金市にございます。それでは当社の主要製品をご紹介いたします。 売上トップは粉糖で約4割を占めています。粉糖とは粉砂糖のことでグラニュー糖を引いて粉末状に加工した砂糖のことです。スイーツのベースとなる生地やクリームなどの素材に練り込むだけで甘味付けするために微粉砕した製品です。製品によっては少量のでんぷん類を加えることで風味を損なうことなく 短期間での補欠を防止しております。トッピング製品といたしましては、代表製品はトッピングシュガーです。ケーキやドーナッツ、ゼリーなどに振りかけて使用し、デコレーション効果も備えた奮闘です。お菓子やパンのデコレーションとして奮闘を使用する場合、水分の多いお菓子などに振りかけると奮闘が溶けてしまうことがあります。そこで、 噴糖の表面を被膜で包みコーティングすることでお菓子との直接接触を避け長時間溶けないようにした製品です。この加工により粉雪が舞い降りたようにお菓子を美しく飾ることができます。トッピングシュガーの他にはティラミスやチョコレートケーキに使用されるトッピングココアもございます。それではこのような商品を どのように作っているか、簡単に生産工程とエネルギーフローをご説明いたします。生産工程としては、原料輸送、粉砕や混合、ふるいがけ、袋詰め、保管、出荷という流れになっております。電力は、照明、コンセント等の電灯設備と、動力としては、 工場稼働中及び保管庫の空調、輸送・生産設備の駆動のためのエア供給、生産設備等の動力に使われています。都市ガスは材料を混合する際の蒸気ボイラに使用しております。割合としては電力が約9割、都市ガス約1割となっており、 電力の使用比率が大きくなっています。先ほどご説明した生産工程の中で、電力で一番使用割合が大きいのは、生産動力で4割、次に空調が2割、次にコンプレッサーとなっております。当社の地球温暖化対策の取り組み体制、2006年、千葉県東金市に、 工場を新設した私たちは、東京とは違い、まだまだ緑と自然豊かな環境を肌で感じて感動し、自然環境の素晴らしさを改めて再認識することとなりました。2011年エコアクション21認証取得。エコアクション21は環境省が策定した日本独自の 環境マネジメントシステムで、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めています。PDCA サイクル活動を基本とし、毎年審査を受け、この結果を環境経営レポートとして作成、公表しています。2019年、社内で SDGs プロジェクトを発足。 SDGs という言葉がまだ国内で定着していない時期に、いち早くプロジェクトを発足し、私たちにできることを考え、活動を開始しました。2022年、千葉 SDGs パートナー登録。こちらは千葉県の企業として SDGs の具体的な取り組み目標を設定し、活動計画を立てることで、 登録認定を受けました。環境、社会、経済の3側面において目標を設定し具体的な取り組みを推進します。こういった制度を活用し代表の徳倉を筆頭に環境経営の体制や方針を整えてきました。経営方針としてカーボンニュートラルの実現や サーキュラーエコノミー実現への指針を掲げることで、設備投資や活動に対して重点を置き、正当な評価をすることができています。地球温暖化対策として、これまで目標を立て、毎年進捗を管理及び公表してきました。こちらはエコアクションの取り組みの一部ですが、電力、都市ガスの削減、 水、紙の使用量の削減、環境保全活動、廃棄物の削減などに取り組み、大きな成果を上げているものもあります。これまでの省エネ対策と削減効果についてご紹介します。2019年にこれまで蛍光灯を使用していました工場を一気に LED 化しました。 また、廊下や使用していない部屋の照明の消灯を徹底して実施しています。これにより、従来の蛍光灯から55%削減することができました。製品の特性上、空調設備の稼働は不可欠であり、事業所全体の使用割合としても大きかったため、2022年、 高効率空調への更新を実施しました。また、製造現場では、粉糖やココアの粉が詰まりやすく、空調の効率が落ちやすいため、フィルター交換をしやすいように、ダクトを延長。簡単にフィルター交換ができるようになり、2週間に1度はフィルターの清掃を実施しています。空調更新と、 こまめなフィルター清掃の実施により、空調の電力使用量を約10%削減することができました。コンプレッサーについては、低速機1台、インバータ機3台へ更新しました。インバータ機は低負荷時にも効率よく運転することができ、現在、生産設備との相関は 非常に高く維持できており低速機3台の場合よりもコンプレッサの電力使用量を24%削減できますさらにエアについては大流量パルスブローバルブを導入しています流量が増えるためパルスの回数を半分以下に減らすことができます導入によるコンプレッサの 電力削減効果は約6%です。当社がこれまで実施してきた省エネ対策のポイントとしては、1、設備更新の際は一括で設備を高効率化すること。壊れてから更新を考えるのではなく、設備更新計画を立て、更新することで無駄な工事費を省きながら、 計画的に省エンにすることができ、突然の故障リスクも減らすことができます。二、運用改善で無駄を徹底的に排除すること。正面の部分点灯のように必要な部分に必要なだけのエネルギーを使うこと。また、空調のダクト延長が代表例ですが、 どうすれば無理せずに運用できるか考え、継続できる工夫をすることが大切だと思っています。3. 海外製品等も含めて、新しい技術、考えを積極的に取り入れ、常にチャレンジを続けること。偏見にとらわれずに良いと思ったことはすぐやるようにしています。その中で、 パルスブローの更新等についても決断し実行してきました。このように実施してきた結果をまとめると、削減は年間50トン CO2 以上となり、事業所全体の10%のエネルギー削減を達成しています。金額とすると年間250万円以上のコスト削減につながっています。 ここからは直近から将来の話を少しさせていただきます。2022年に東京東信用金庫様の紹介で省エネお助け隊の省エネ診断を受診しました。そこで専門家の日本カーボンマネジメント様より事業所の省エネについてだけでなく カーボンニュートラルの動向に関する指導を受け、当社のサプライチェーンでも CO2 削減の取り組みが進んでいることを知りました。コスト削減としてだけでなく、リスクマネージメントとしても、取引先様と同じ目線で CO2 削減を取り組むことの必要性を感じ、さらなる削減を決意しました。 その中で、これまでのエコアクション等の取り組みだけでは不十分に感じ、大手企業をはじめ、近年、認定企業が大幅に増加している SBT の認定を取得することにいたしました。2030年に排出量を2018年度比50%にするという目標を設定、公表し、2023年3月、 中小企業版 SBT に認定を受けました。2022年までエコアクションの取り組みの中で LED 化等の省エネ対策を進めてきました。カーボンハーフに向けて2030年から逆算して達成までのロードマップを作成しました。すでに実施しておりますが2023年より EMS、e、エネルギーマネージメントシステム、太陽光発電設備の導入、本年には CO2 フリー電力への切り替えを検討しており、実施すれば事業所の9割のエネルギー使用量が CO2 フリーとなります。排出係数の削減だけではなく、総量としても削減ができるよう、 2024年から2030年までの6年間に、排熱の活用、EMS を活用した運用改善、最新、最適設備への更新など、2030年にカーボンハーフ達成を目指します。カーボンハーフへの取り組みとして、直近で実施した取り組みにある EMS の導入には、 大きく分けて一つ,つ目は空調制御で温度や湿度に合わせて空調を自動制御したりデマンドが設定値を超えないように空調を自動制御したりします二つ目は電力量計測ですこれまで受電一括月に一度しか電力を管理できていませんでしたが EMS 導入により設備別、時間別などで確認ができるようになりました。今後カーボンハーフに向けては様々な省エネ対策を実施し効果を検証していく必要がありますが EMS で効果を確認しながら着実に排出量の削減に取り組んでいく予定です。本設備は千葉県の 脱炭素化促進緊急対策補助金を活用することで設備費と工事費を2分の1の金額で設置することができました次に太陽光発電の導入です省エネ診断での提案を受け昨年末に 63kW の太陽光発電を導入しました年間で 5万7千キロワットアワー程度の発電ができ、事業所全体の4.2%を賄うことができます。今後の取り組みとしては、次のようなことも検討を予定しております。1、ボイラはバイオマスボイラ、ー水素ボイラ、ーコジェネ、ヒートポンプ等を検討しており、スコープ1の 主な排出源であるガスだけボイラーへの対策を検討します。2. コンプレッサーは最新のモーターを搭載したコンプレッサーへの更新に加えて、排熱の有効利用等を検討しております。3. 太陽光発電につきまして、当工場は粉塵爆発への対応のため、 工場屋根へのパネル設置には制限があります。縦型、カーポート型、ペロブスカイト等の太陽光パネルを屋根以外の場所に導入することにより、再エネ比率向上を検討しています。4. 断熱につきまして、製品管理のために空調の負荷が大きくなりがちで、 遮熱フィルムや断熱シート等を導入することにより、建物の断熱性能を向上させ、空調負荷軽減を検討します。設備の更新計画に合わせて、燃料の転換や設備の最適化に向けた取り組みを実施することを検討していきます。 カーボンハーフの達成を目指し、末長く皆様に安心を届けられる企業を目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。